学校で飼っていた金魚が死んだ時はみんなで裏山に埋めてお歌を歌いました。ヘビアのひろあきです。今日は飼育しているボールパイソンが亡くなってしまった時にどういうふうにしたらいいのかっていうお話をしたいと思います。見てください、こちらの立派なボールパイソン。ボールパイソンというヘビが世界にはいてですね、驚くとボールのように丸々習性を持つからボールパイソンという名前なんですけど、これ何してるかっていうと頭守ってるんですね。頭だけはやめてくれということで、身の危険を感じるとこうやってボールパイソンになるわけです。可愛いでしょ、可愛いかろ。ここまで大きくなるにはね、何年もかかるわけですから、その中でいろんな思い出があるわけですよ。いつのことだか思い出してごらんと、あんなことこんなことあったじゃない、餌は食べなくなってはどうしたらいいのかと、便秘になったからどうすればいいのかと、お腹をマッサージしてあげたり、お風呂に入れてあげたり、ハンドリングしながらね、いろんなことを語り合ったり、苦楽を共にしてきたヘビ、共にしているヘビですけど、命ですから、いつかは我々になるのかボールパイソンになるのか、どちらが先かは分かりませんけれども、地上でのね歩みを先にバイバイする時が来るわけですね。で、多くの場合ボールパイソンより人間の方が長生きをしますので、我々が彼らを見取って弔ってあげることが多くなってくると思うんですけれども、そういう悲しいこともありますけど、命と一緒に生きていくってことは、ボールパイソンがお空に帰ってしまってからどうすればいいんだろうって思うんじゃなくて、事前にこういう選択肢があるんだよってことを知っておくということは良いかなと思います。大きく分けると3つパターンがあって、それは行政に任せる、業者に任せる、自分の家で弔うのどれかになるかなと思います。生き物なので、日本のルールではですね、生き物の亡骸というのは存在に扱ってはいけないことになっています。なので行政に任せるか業者に任せるか、しかるべき手続きを踏んだ上で自分の家で安置するかというふうに分かれていくんですけれども、多くの場合ですね、市区町村とか、都道府県とかっていうのは焼却場っていうのを持つんですね。大きなファイヤーが出るところがあって、その中にはペットの葬儀を請け負ってくれる部分があることが多いです。なのでお住まいの市区町村とかに、行政に連絡をして、私が住んでいるこの市はまたこの区はペットの火葬に対応していますかっていうのを事前に聞いておくといいかもしれません。だいたいね、多分3000円ぐらいでそのペットの焼却を請け負ってくれる部門というか場所があったりするので、うちで言うとそれぐらいかな。なので、亡くなってしまったらその亡骸を連れて行ってそこで火葬してもらうということができます。行政の場合は火葬にしておしまいで、お骨が返ってくるっていうことはないので、そこで終わりになってしまうんですけれども、そうじゃなくて、お骨もきちんとしたいっていう場合はペットの葬儀屋さんとかがあるんですね。そういう葬儀場みたいなところに連れて行って火葬してもらう場合と、あるいは移動式の火葬炉、火葬車があってそれでご自宅まで来ていただいて火葬して、お弔いをするっていうことをしてくれる会社もあります。なのでこれもお住まいの地域によってそういう業者があるところとないところがあると思いますので、ペット火葬とかで検索をされると、だいたい自分の住んでいるところからだと、この辺のところに、そういう会社があるなということを調べられるかなと思います。僕もですね、古くからの友人がペットの葬儀屋さんをしていますので、何度か立ち会ったこととか見せてもらったこととかあるんですけど、すごくね親身に寄り添ってくれて一緒にお弔いをしてくれるので、ちょっと自分一人ではもう抱えられないとかね、誰かにリードしてほしいっていうか導いてほしいっていう時とかは、そういう会社の、専門の人に頼るのはいいんじゃないかなと思います。お骨もね綺麗に残してくれたりするので、お花を使ったりとか写真使ったりとか葬儀っていうものをしてくれるので、そういうところに頼るといいんじゃないかなと思います。最後のねお別れをきちんとしてあげたっていうのは、やっぱり残る我々にとっても大きな慰めになると思います。で、そういう会社にお願いをした場合はお骨を持って帰ることもできるし、あるいは共同霊園で埋葬してくれることもできるので、相談されるといいんじゃないかなと思います。だから行政にお願いをするか、そういう業者会社にお願いをするか、もう一つのパターンは自宅に連れて帰るというものですね。亡骸をそのまんまにすることはできないんですけど、先ほど言ったように火葬してお骨にしてもらうとか、あるいは剥製にしてもらう、あるいは骨格標本にしてもらうっていう、いろいろなパターンがあるんですけども、辛くない方法で、今後もこういう形で自分と一緒にいてほしいっていう状態にしていくということもできます。骨の一部を例えばペンダントとか何かに固めて持つっていうこともできると思いますので、これはしたいっていう人と、ちょっともう見るのが辛いっていう人といると思うんですけど、お心の無理のない範囲で選ばれると良いのかなと思います。ちなみに亡骸をそのまま庭に埋めるとかっていうのはなんかダメなところも多いらしいんですけど、一度火葬した骨とかを庭に埋めるとかっていうのは大丈夫のようなので、お骨というかもうサラサラの骨にするのか、骨格標本にするのか、あるいは剥製にするのか、
ね、いや僕だったらどうかな、剥製にしたいけどそれも辛いとかね思ったりもします。ちょっとめちゃめちゃ今回の動画歯切れが悪いんだけど、歯切れが悪いんだけど、でも生き物と生きるっていうのは避けて通れない問題ですからね、生き死にというのは。だしメメントモリっていう言葉があるんですけど、これはラテン語何時死を思えっていう言葉があって、それはいつか人間はとか、生き物は必ず死ぬから、その限りある命を思いながら日々を一生懸命生きましょうっていう話なんですけど、これってペットとか家族とかでも一緒だと思うんですよね。いつか必ずお別れが来るっていうことを何も考えないで、今日も楽しい今日も楽しいとかだと存在になっていく生き方っていうのもあると思うんですよね。でもいつか必ず終わりが来るっていうところから逆算をして、だから今をこの一瞬を一生懸命生きていきたい、このことっていう丁寧な日々をね暮らしてもらえたらなと思うんです。その死を思うっていうことの、一つの準備というかプロセスが、この子が亡くなったらどういうふうな形でその死に向き合って、埋葬とか火葬とかっていうことをしていくのかっていうのを考えるのもそれに当たるんじゃないかなと思いました。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの火葬埋葬お弔いの方法についてお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお持ちしています。